コンゴ民主共和国のコーヒープランテーション1905年、以前のバンダオリエンタルのコーヒープランテーション1905年、以前のムバンダカのコーヒーの乾燥風景、コンゴ民主共和国におけるコーヒー生産は、キブコ地域を中心に行われている。ロブスタ市シとアラビカ市を中心に栽培する、コーヒー農家が約1万1000人いる。2013年時点において、 今後民主共和国には1万1000人以上のコーヒー農家がいる。フラハやムーンガのソッパクディのような共同組合はコーヒー農家にとって販売や分配を担う重要なパートナーである。多くの品種のコーヒーが栽培されているが、イシロ、ウバンギ州、ウェレ州、キブ州、カサイ州、コンゴ中央州などの北東部では ロブスタ種が主力種となっている。キブ州やイトリ州の標高が高い地域ではアラビカ種が栽培されている。アラビカ種は全体の生産量の5分の1を占めている。1989年までコーヒーの輸出量は年11万9320トンであったが、1997年から1998年まで行われた第一次。 今後内戦が主因となって1994-2003期に急減した。複数の地域でコーヒーオカレ病が蔓延したことも重なった。内戦の終結に伴い2002年12月に調印された和平合意後、コーヒー生産量は3万2000トンから4万トンにまで向上した。2006年の6グラム袋単位での コーヒー生産量はアラビカ種が10万袋、ロブスタ種が47万袋であった。合計輸出量は40万袋であったが、2010年のコーヒー生産量は6000トンと119320トンであった1989年より10%少ない水準にとどまっている。2012年政府は 2011から2015年期コーヒー生産復興戦略文書と題したコーヒー産業の復興計画を打ち出し、100万米ドルの補助金予算を計上した。この計画を実行することにより、2015年に12万トンにコーヒーを増産することが見込まれた。コーヒー産業復興支援地域は南キブ州の8、地域ロブスタ州が栽培されているバンドンド州。 約700ヘクタールにわたってアラビカ種が栽培されている東部州である。ありがとうございます。